今、航空業界で大きな動きが起きています。2024年7月、ファーンボロー航空ショーで披露された、日本、イギリス、イタリアの3国共同で、進行中の GCAP の最新有人戦闘機の実物大モックアップを見ていきましょう。なんとで、デルタウィングへの変更や、その他の注目すべき新機能について、詳しく解説します。次期 XF9 の行方も知りたいですが、なかなか情報が出てこない。F-35 戦闘機のエンジンでもかなり困っている状況です。どう考えても中国には開発できん。日本とイギリスとイタリアの3カ国が推進している GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいて、その中核を担う存在とも言うべき有人戦闘機について、この2024年7月に、新たな動きが確認された。それは、この月に、イギリス本土の南部にあたるハンプシャー州のファーンボロー空港ので開催されたファーンボロー航空ショーで、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが披露されたことによる。今回のファーンボロー航空ショーは、2024年7月22日から26日にかけて、延べ5日間開催されたが、その中の展示物の一つとして、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが登場したのだ。ここで披露された、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、イギリス側で、同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が展示したもので、従来までとは異なる仕様となっていた。それは、今回の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップでは、その主翼は、これまでのラムダウィング形式からデルタウィング形式へと変更されていた点である。一般的にラムダウィング形式に依比して、デルタウィング形式は、機体の飛行時の高速度の発揮がしやすく、主翼の面積が広いことから、その内部に搭載される燃料タンクの容量も比例して大きくなると考えられている。したがって、披露された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップからは、単純に燃料タンクの容量が増した分だけ航続距離も伸び、作戦行動範囲が大きくなったことが伺えた。加えて、今回のファーンボロー航空ショーにおいて、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップの詳細な諸言等は目を示さなかったものの、機体そのものもかなり大型であったことは見て取れた。世界初の実用化された、いわゆる第5世代戦闘機の祖であるアメリカは、ロッキード・マーチン社の F-2 にラプターはもちろん、それに続く機体として、日本の航空自衛隊も導入を進めている同社の F-35 ライトニングにも、その最大のセールスポイントは、優れた機体そのものステルス性にある。故に、これらのいわゆる第5世代戦闘機においても、そのステルス性能を最大限に発揮させるためには、搭載する兵装を、機体内部のウェポンウェイに収容する必要があり、その収容力が、機体の戦闘能力を左右すると言っても過言ではないだろう。今回のファーンボロー航空ショーにおける GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、少なくとも、現在航空自衛隊が装備している F-2 や F-35 ライトニングによりも、大柄な機体であることは間違いない。したがって、それらの機体よりも、当然、数量、重量ともに、多くの兵装を搭載することが想定されていると考えられ、ことに航空自衛隊にとっては、同機が代替することが求められている。現行の F-2 が、搭載可能な4発の空対艦誘導弾を超える数の同兵器の運用が見込まれていると思われる。その意味において、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、純粋な敵機との快適を想定した機体というより、いわば、現行の F-15 イーグルの最新型等が担い得る戦闘爆撃機という区分に近いと言えるのかもしれない。そこから想起するに、今後の航空自衛隊の戦闘機の役割分担としては、最も旧式な F-15 イーグルのアップデート版が哨戒任務を、F-35 ライトニング2が星空戦闘を、そして GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機が対艦対地攻撃を担うことが有力視される。 GCAP
グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、現行の F-35 ライトニング2に比べれば、機体がかなり大型化している点からも、星空戦闘任務という部分については、後者に一任するコンセプトではないかと思われる。そもそも、今後の主力戦闘機たる F-35 ライトニング2については、高度な機体のステルス性能と強力なレーダーセンサ類、そして、他の同盟国をも含む友軍とのデータリンク機能を駆使し、敵からの捕捉を避けつつ、先制攻撃によって航空優勢を確保することが基礎されている。これに加えて、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機においては、多数の無人航空機を管制する機能を有し、航空優勢を確保するための司令塔的な役割を担うことに主眼が置かれているようにも感じられる。ただし興味深いのは、いわゆる第5世代戦闘機と見さされている、日本を含む西側諸国で、事実上のディファクトスタンダードと揉めされる F-35 ライトニングには、敵の航空機に対する正攻法での空中戦での実戦経験はほとんどないという点であろう。最近、紛争の拡大が世界的に懸念されている中東方面において、イスラエル空軍は F-35 ライトニング2の自国仕様である I 型を実戦投入したとも言われているが、敵機に対する星空任務ではなく、対地攻撃用途に使用されているという側面が強い。こうした F-35 ライトニング2のイスラエル空軍における活用事例を鑑みても、今の紛争や戦闘で、いわゆる第5世代戦闘機同士が空中戦闘を行うような展開はあまり想定されておらず、その傾向は強まりこそすれ、減少する可能性は少ないように見える。また、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の開発をめぐっては、イギリスの2024年7月の総選挙の結果で政権を奪取した労働党のスターマー新政権は、その計画の見直しを示唆するなど、政治的な変化も見受けられる。イギリスで新たに誕生した労働党のスターマー新政権は、2035年に実戦配備を目指すとされてきた GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機について、より、目先の軍事力の強化を優先するかもしれないとの報道もなされている。これは、ひとえに、2022年2月に生起し、この2024年8月も、ウクライナ側の劣勢が伝えられているロシア・ウクライナ戦争を鑑みて、イギリスは旧ソ連の崩壊以後、これまでは、緩めてきていたロシアに対する警戒を再び強化する方策を模索しているゆえとも考えられているためだろう。その意味では、イギリスは、既存の主力戦闘機である、ユーロファイタータイフーンの最新型の数を確保する方が、目先の脅威に対抗する上では、有効でな投資なのではないか、という議論にも一理あり、今度の動向にも注目が注がれている。何やら逆説的な話ではあるが、イギリスにとってロシア・ウクライナ戦争が長期化していなければ、有人戦闘機の開発についても将来を見通した上での投資という選択に重きが置かれていたものが、2035年の実戦配備では遅いとの意見も、一定の評価を獲得しているとも言えよう。ただし、イギリスと日本との安全保障環境において大きく異なるのは、前者は、いかに、ロシアとの再びの対峙が、喫緊の課題となっていることに比べ、日本のそれは、著しく、海軍力の増強を推し進める中国の存在である点が大きいだろう。すでに単純な艦艇数において、中国海軍は、アメリカ海軍の切れを凌駕した上、さらに驚異的な速度で、その数を増加させており、日本においてはそれらに対抗するには、長距離攻撃が可能な追艦兵器の整備を行う必要に迫られている。そうした兵器を、現在の日本の岸田政権は、敵の防空網の外側から攻撃することが可能なスタンドオフミサイルの配備で行う方針を打ち出しており、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の並走も、その一つに位置づけられるものだろう。GCAP プログラムの一環として開発されている新型有人戦闘機の実物大モックアップがファーンボロー航空ショーで初公開されたことを詳しく紹介しました。デルタウィング形式への変更により、機体性能の向上と戦略的な可能性が広がる、
この新しい戦闘機について、その技術的詳細や戦闘能力、そして今後の展望について深く掘り下げてみました。これが、現代の航空戦の未来をどのように変えていくのか、非常に注目すべき点です。次回も、最新の防衛技術や軍事動向に関する情報をお届けするので、チャンネル登録といいねを忘れずに。お楽しみに。こんにちは。本日は特別な船の進水式の様子をお届けします。三菱重工マリタイムシステムズ社が建造した最新鋭の巡視船五島がついに進水しました。この巡視船は日本の海上保安庁向けに特別設計されており、日本の海を守る新たな力として期待されています。そのスペックと機能、進水式の舞台裏まで詳しく見ていきましょう。南西諸島の防衛と中国の圧力に対抗するために設計されています。この船は高速であり、最大2万4000馬力のディーゼル機関を備えて、25ノット以上の速力を発揮。これは悪魔的です。去る2024年8月8日、三菱重工社のグルループの造船企業である三菱重工マリタイムシステムズ社の三菱重工マリタイムシステムズ社の岡山県の玉野市の造船所において、新造中の巡視船の進水式が挙行された。三菱重工マリタイムシステムズ社は、かつての三井グループに属していた重工業企業の株式会社三井 &S を前身とし、2021年11月に、その艦艇及び観光庁向けの船舶事業を買収して成立した経緯を持つ企業である。こうして生まれた三菱重工マリタイムシステムズ社、そのグループ企業でもある三菱重工社、ジャパンマリンユナイテッド社の3社に、現在は日本の海上自衛隊や海上保安庁向けの艦艇、船舶の建造は集約された形と言っていいだろう。このような海上自衛隊や海上保安庁向けの艦艇、船舶の建造を請け負うにあたっては、当該企業には、その建造を行える技術的な能力のほか、これまでの実績、経験や知見も問われるため、しばらくは、この体制が続くと想定されている。そんな三菱重工マリタイムシステムズ社の岡山県の玉野市の造船所において、この度進水を迎えたのは、海上保安庁向けに建造が進められてきた。宮古型巡視船の5番船にあたる船舶で、船名は五島と名付けられた。海上保安庁向こうに所属する巡視船の場合、船名のネーミングは、それが配属される地方、海上保安庁の中で、全国を11の管区に分けて運用されているの地名を名付けるのが慣例であるため、おのずと、今回の五島の配備先も予想できる。それは、五島の船名が、長崎県の五島列島に由来することから明らかであると思われ、福岡県の北九州市門司区に本部を置き、山口県の西部や、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、そして熊本県の有明海までを管轄する、第7管区で間違いないだろう。今回の五島に先んじて建造された宮古型巡視船は、そのルールに準じて、1番船の宮古が宮古島のある第11管区、2番線の大隅が大隅半島のある第10管区、3番線の八重山が八重山諸島のある第11管区に配属されている。なお、宮古型巡視船の4番線である奄美は今年2024年1月に進水を迎えたばかりで、配属は来年度の2025年度になると目されているが、こちらも
奄美大島を管轄する第10管区の配属になるものと考えられている。これまでの5番線、五島まで含めた宮古型巡視船5隻の建造元は、3番線の八重山尾ジャパンマリンユナイテッド社が手掛けたのみで、他の4隻は、旧株式会社三井 E&S とそれを引き継いだ三菱重工マリタイムシステムズ社が行っている。そして、今回の5番線、五島を含め、これまでに建造が行われた宮古型巡視船5隻は、すべてが、第7管区、第10管区、第11管区と九州から沖縄にかけての管区に配備されることになっており、自衛隊同様に、南西諸島方面の体制を厚くする方針が感じられる。それは、言うまでも、なく、中国が、尖閣諸島をはじめとする、日本の南西諸島方面への圧力を、ますます強めていることへの対処、対応を迫られているためという点は間違いなく、中国の拡張政策が改まらない限り、残念だが、この状態が解消されることはないのだろう。さて、今回の5番線、五島を含む宮古型巡視船だが、総トン数が約3500トン、全長が約 117.0 メートル、全幅が 14.8 メートルの船体に、機関部には、ヤンマー社製の 8EY33W ディーゼル機関を4機搭載しており、最大で、出力2万4000馬力、速力25ノット以上を発揮するとされている。海上保安庁の巡視船としては、中型以上の規模を持つと言ってよいと思われ、兵装も、スウェーデンは、ボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲を2機搭載しており、その点からも、巡視船の中では、かなり強力な部類に入ることは確実である。この他の装備として、宮古型巡視船は、遠隔用の放水銃や艦尾部分には、回転翼先用の飛行甲板も備えており、その格納コスペ、巣は設けられていないため、常時回転翼機を搭載しての任務は困難だが、必要に応じ発着艦をさせられる仕様となっている。宮古型巡視船の一番船にして、ネームシップの宮古は、旧株式会社三井 E&S の玉野市の造船所において、2018年2月に寄港されており、この年や3番線の八重山が、今年2024年2月に第11管区に配属されたことから、新しい巡視船を目指したであろうことが伺える。ただし、宮古型巡視船の船体の規模は、1996年3月に寄港され、わずか1年半後の1997年9月に配備が行われた巡視船、伊豆とほぼ同様だが、同船は、他に姉妹船は派遣造されず、その一隻のみに止まり、今も収益を続けている。巡視船、伊豆は、総トン数が3768トン、全長が 110.4 メートル、全幅が 15.0 メートル、の船体を持ち、これに、機関部には、ピルスティック 8PC に、6リッターと U ディーゼル機関を2機搭載し、最大で、出力12000馬力、速力で21ノットを発揮すると公表されている。先の宮古型巡視船の仕様と伊豆との数値を比較してみると、船体の規模的にはかなり似通っていることは間違いないが、機関部は、前者が最大出力で2倍、これを活かし、最大速力でも4ノット以上高速となっている点が大きく異なる。そもそも、巡視船伊豆は、1995年に生起した阪神淡路大震災の教訓をもとに、今後起こり得るそうした大規模自然災害時において、海上保安庁側が、的確な現場への指示を行うべく、通信、指揮、物資運搬の3機能を充実させる巡視船として建造された。また、これらに加え、巡視船、伊豆は、海上、海中における救難能力を強化した潜水指定船としての側面も合わせ持ち、その任務に必要な潜水士及び必要な機材、そして海底の地形操作用ソナーをも完備した特殊な巡視船でもある。これに対して、海の5番線、五島を含む宮古型巡視船は、船体の規模こそ巡視船、伊豆に準じているものの、ことに2000年以降、南西諸島方面への圧力を強め続けている中国側に対抗すべく、領海の警備に重点を置いた汎用的な巡視船として建造されたと言えそうだ。
ちなみに、宮古型巡視船は、海上保安庁が現有し、運用中の巡視船の中でも、各種の物資を大量に搭載できることから、長期間に及ぶ稼働にも適しており、同巡視船をベースにした大型練習船の陸久慈間も、今年2024年7月に就役している。南西諸島における中国側への対策としては、海上保安庁では、2016年3月に、尖閣諸島の周辺の領海を専従で警備する体制の構築を行っており、相当数が3200トン級で、回転翼機1機を常時搭載可能な津軽型巡視船2隻と、総トン数で1700トン級の国が、身型巡視船10隻を集中配備している。海上保安庁では、こうした巡視船の強化と運用以外にも、2021年10月から、アメリカの GAASY 社の無人航空機である、シーガーディアンをリース契約で配備、昨年2023年5月には、同機を3機体制とすることで、海上監視体制の拡張も並行して進めている。この3機体制でのシーガーディアンのリース運用によって、その有用性を確認できたことから、今後、海上保安庁では、2025年度中に2機を追加することを決め、今後は、これまでのリースではなく、購入へと契約体系も改めることが報じられている。海上保安庁におけるこのシーガーディアンの運用拠点は、これまでは、青森県の海上自衛隊の八戸航空基地内に置かれていたが、南西諸島方面へより注力する方針もあり、今後の追加分を含め、以後は、福岡県の北九州空港を拠点として運用することが見込まれている。ただし、現在、青森県の海上自衛隊の八戸航空基地内に置かれているシーガーディアンの拠点では、同機の操縦そのものは、製造元の GAASY 社に委託されており、今後、こうした部分も内製化する必要があるのではないかと、個人的には感じている。日本は広大な領海や排他的経済水域に囲まれているため、潜水艦の担う役割は大きくなっている。そんな中、海上自衛隊に新たな潜水艦建造計画が進行中との情報をキャッチしました。今回は VLS 搭載でトマホーク搭載時期潜水艦建造を詳しく見ていきますね。さらに、海上自衛隊の潜水艦には533ミリ魚雷発射艦から運用可能なスタンドオフミサイルも開発中、本気で全潜水艦に搭載可能なわけで、もはや中国の潜水艦はヒヤヒヤですね。VLS 搭載時期潜水艦は5000トン級になってくるのか、すごい技術力だよね。国土の周囲を広い領海や排他的経済水域に囲まれた地理的な環境下にある日本にとって、その防衛の役割は、海上自衛隊が主軸として担うことが想定され、今も昔も変わらない海軍国というのが偽らざる実情だろう。そんな海上自衛隊にあって、2024年現在は、その主戦力は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機がおよそ190機という体制の構築が進められており、これは2019年度からの最後の防衛計画の大綱で定められたものである。海上自衛隊では基本的に全ての水上戦闘艦をその規模や用途を問わず護衛艦と呼称しているが、装備として内訳から見るとヘリコプター搭載護衛艦 DDH、イージス艦 DDG、汎用護衛艦 DD、多機能護衛艦 FFM などに分けられる。具体的には、
ヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、現在、航空母艦化改修の渦中にある出雲型、イージス艦 DDG は、最新鋭ガマヤ型、多機能護衛艦 FFM は、最新鋭のモガミ型等があり、さらに、今後は、これを大型化した艦艇の建造が予定されている。哨戒艦12隻は、現時点では未収益の艦艇だが、現行の護衛艦よりも小型で軽武装であり、昨今増加傾向が続く尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面の対中国警戒網を強化するものとして活用されることが見込まれている。そして、こうした艦艇の中でも、ひときわ海上自衛隊が重きを置いていると考えられるのが、潜水艦22隻の体制であり、2024年8月現在は、親潮型8隻、操流型12隻、太平型2隻を実戦配備とすることで、これを実現している。その中でも、最新型である太平型は、今年2024年3月に、3番艦の神鯨が就役を果たし、すでに、4番艦の雷鯨も、2023年秋には進水を行っており、来年3月には実戦配備される予定である。この太平型は、基準排水量がおよそ3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルの艦隊を備え、機関構成は、ディーゼル機関2機、リチウムイオン電池、発電機を組み合わせたディーゼルエレクトリック方式となっている。この構成は、毎級である、そう、流型の11番艦、12番艦を踏襲したもので、太平型では、設計の段階からリチウムイオン蓄電池を搭載することを想定していたため、従来艦よりも、艦内のスペースを含め、様々な効率化が進んだものと見されている。太平型は、通常動力型の攻撃型潜水艦に分類される存在であるが、このクラスでは、世界でも最大規模を誇り、その主兵装は、艦の全部に配置された6門の 533mm 魚雷発射であり、そこから、複数の兵装を運用する形である。このところの日本では、こうした最新鋭の太平型に限らず、毎年1隻を交互に、三菱重工業者の神戸造船所と、川崎重工業者の神戸工場が新規に建造するサイクルが確立されており、これにより、切れ目のない建造技術の蓄積が行われている。ただし、これまで、大まかには、潜水艦自体の設計は三菱重工業者が担い、川崎重工業者は、潜水艦に搭載する機関の主機たるディーゼル機関の開発と製造を担うという形式が定着していると言ってよいだろう。しかし、川崎重工業者は、昨年2023年末に、同社の方向性を示すグループビジョン2030の進捗報告を公表し、その中においては、海上自衛隊の新型潜水艦を目指していると、おぼしき艦艇の姿をイメージ図として掲載した。このイメージ図のコンセプト案とされた新型潜水艦は、従来型の、そう、流型や太平型とは一見してわかる、デザイン面での変更があり、概略としては、セイル部分が、それらよりも、船体の後方へと置かれている点が見て取れる。ここで、川崎重工業者が示した新型潜水艦は、こうした外観上の特徴の変化のみに止まらず、今後の海上自衛隊の潜水艦に求められるであろう、大きく、3つの機能面での進化を盛り込んだ内容となっていた。その川崎重工業者の新型潜水艦の3つの機能面での進化とは、まず、1つ目としてスタンドオフミサイルを搭載し、運用を行うことが謳われており、敵の防衛網の射程距離外からの攻撃手段に潜水艦を加えることを目指している。2つ目としては、従来の潜水艦よりもさらに高度化した船体のステルス性能を実現することと、逆に敵を捜索、探知するソーナー等の能力の向上が謳われており、敵の潜水艦に対処する能力をさらに高めることを目的としているように映る。三つ目は、潜水艦内における二酸化炭素の分離と回収についての新技術を導入することが謳われており、機関構成の中で、ディーゼル機関を重きとする通常動力型潜水艦の大きな弱点である、二酸化炭素の発生への対処を狙ったと思われる。これらの川崎重工業者がコンセプト案として示した新型潜水艦の3つの機能は、2
二つ目のステルス性と探知能力の向上、三つ目の二酸化炭素の分離と回収の新技術については、様々な関連企業の技術の集約が必要となるだろう。したがって、川崎重工業者自体が全てを解決して新型潜水艦を作り上げるというよりは、従来からの防衛関連企業や、今は、その分野に参入してはいない企業も含めて、同社が、それを潜水艦に活用するようにマネジメントする技量も求められるのではないだろうか。逆に、一つ目のスタンドオフミサイルの搭載と運用は、対象となるものが現時点でも明確であるが、既存の対芸型等と同様に、艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦で、運用可能なものとなると、これから新たに製造する必要がある。日本は、スタンドオフミサイルの配備を拡充し、防衛力の強化を打ち出しており、その中には、国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型が、配備されるまでのつなぎの役割として、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も決まっている。当然、本家のアメリカ海軍では、トマホーク巡航ミサイルを装備した潜水艦を、すでに多数運用しているが、これらは、すべて VLS 垂直発射艦から運用される形式であり、533mm 魚雷発射艦から運用されるものはない。その例は、イギリスの攻撃型原子力潜水艦である、アスチュート級が世界で唯一であり、すでに、アスチュート級用の 533mm 魚雷発射艦から、運用可能なトマホーク巡航ミサイルの生産は終了しており、日本が調達する同ミサイルはこれに対応できない。したがって、日本が調達するトマホーク巡航ミサイルは、マヤ型等の既存のイージス護衛艦や、これから建造されるイージスシステム搭載艦等の水上戦闘艦の並走となることが見込まれており、潜水艦用は別に必要となる。昨年2023年4月に、防衛省は4種類のスタンドオフミサイルの開発事業に関して、三菱重工社と契約を交わしたことを公表しており、既存の 533mm 魚雷発射艦から運用される潜水艦発射型誘導弾が、この中に含まれている。三菱重工業者が開発を手掛けているスタンドオフミサイルといえば、前述した1人式地対艦誘導弾の能力向上型が、最も実用化が近いと目されており、すでに、その第一段階の本体の画像も公表されている状態である。しかし、この人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、ステルス性能を高めるべく、エッジの効いた形状をしており、533mm 魚雷発射艦から、運用可能な形式とすることは困難とみられ、新たに専用に新設計されると考えられる。防衛省は、すでに、公開済みの令和4年度事前の事業評価の中で潜水艦発射型誘導弾について触れており、そこでは、同弾の用途は、日本への侵攻を試みる敵艦艇及び上陸を基とする部隊に向けて使用すると説明されている。そのため、開発中の潜水艦発射型誘導弾は、敵の水上艦艇に向けた対艦攻撃を主な用途とし、一部の対地攻撃にも対応可能な仕様となるのではないかと目されるが、その射程距離等については、まだほとんど情報が明かされてはいない。日本の地理的特性により、海上自衛隊の役割は非常に重要であり、2024年現在、海上自衛隍の主力として、54隻の護衛艦、22隻の潜水艦、12隻の哨戒艦、および約190機の作戦用航空機が配備されています。これらの艦艇は、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH、イージス艦 DDG、多機能護衛艦 FFM などに分けられ、特に、新型の潜水艦対芸型では、最新技術のディーゼルエレクトリック方式が採用されています。海上自衛隊は、これにより、広大な領海と排他的経済水域を守る重要な任務を担っています。